スマートカジュアルは曖昧に定義される服装規定の一つで一般的にはきちんとした身なりでありながらあくまでもインフォーマルな服装のこと。地域によってまた行事の種類やコンテキスト、文化などの違いによって服装規定の解釈は多様なものとなるため特定の服装がスマートカジュアルとして認められるか否かは議論が分かれている。スマート カジュアルという表現が最初に用いられたのはアメリカ合衆国アヨワ州の新聞ザ・ダヴンポート・デモクラット・アンド・リーダーに掲載された1924年5月の記事であった。袖なしドレスに3、4畳のオーバーブラウスでスモックを合わせたような外出の装いは様々に解釈されます。すぐにできる着こなしでスマートカジュアルに見せるものです。 ザスリーブレスドレスウィズスリー、クウォーターオーバーブラウゼス、インスモックアピアレンスコンリーティング、イットフォーストリートウェア、イズコーデドベアリアスインタープリテーションス、イットイズアットアンスプラクテストギブス、エースマートカジュアルアピアレンス。スマートカジュアルは二十世紀において広く用いられ、1 9五十年代には伝統的な厚手の生地で作られたダークスーツに比べ、よりカジュアルなものを指す。 ビジネスカジュアルという言葉も作り出された。オーストラリアの代表的な英英辞典である、マッカリー・ディクショナリーは、スマートカジュアルを、ウェルドレスドイン、a カジュアル、スタイルと定義している。オックスフォード英語辞典は、ニートコンベンショナルイエットレラティブリーインフォーマルインスタイルエスペシャリーアズウォンツ c i a l l y as a パティキュラードレスコードと定義している。 ディクショナリー .com のにファーストセンチュリー歴史コンは、オブクロージング、サムワットインフォーマルバッドニートと定義している。きちんと定義されていない、スマートカジュアルという言葉を、コンテキスト、テーマ、人物、場所、天候、精神などに基づいて解釈していくためには、個人の判断力が求められる。イタリアのファッション企業ブリオーには、スマートカジュアルについて、これは、 アイテムの目録や服装の分類といった問題ではなく置かれる状況を理解する際の知識と良い趣味が問われるのであり夏のサルデーニャにおけるスマートカジュアルは冬のトロントにおけるスマートカジュアルとは異なるのだと説明しているオーストラリアのあるフリーランスのファッションディレクターはスマートカジュアルイズザドレスコードモーストオープンツーインタープリテーションアンド、 ザワンリーストアンダーストゥットと述べた上で、より鮮やかな色彩、より軽く、柔らかい素材、パターン化され、リラックスし、資料深い感じで、さほど構造的ではなく、清潔感があって、主張が強くないアパレルで、リンネル、カシミヤ、上質のウール、モメンといった生地のものを、選択した手で着用することを勧めている。トップマンジェネレーションの解釈による、スマートカジュアルの例。 カジュアルとフォーマルのアイテムを混ぜて組み合わせ、構成したと説明されている。この写真には、ドレスシャツにフレンチカフス、カフリンクスといったフォーマルな要素、ヘリンボーンジャケットやジーンズといったカジュアルな要素、ドレス、ビジネスシューズというフォーマルないし、セミフォーマルな要素が盛り込まれている。世界的なファッション企業トップマンが運営する、オンラインマガジン、トップマンジェネレーションは、 スマートカジュアルのフレキシビリティを強調している。個人の人格や服装の好みによって求められる服装規定の中身は決まるのであり、服装はフォーマルな場面でもデートやカジュアルな社交パーティーにも受け入れられるものである。トップマンがカジュアルとフォーマルのアイテムを混ぜて組み合わせ構成したスマートカジュアルの例示では、ジーンズ、ブレザー、セーター、ネクタイ、ブログ、 ワイシャツ、コンバースの靴などが用いられている。ノルウェーとアメリカ合衆国のクルーズ客船のブランドであるロイヤルカリビアンインターナショナルは所属する船のメインダイニングにおけるスマートカジュアルを明確にしている。男性の場合、ブレザー、長ズボン、ネクタイ、またはシャツは認められるが短いズボン、ジーンズ、T シャツは認められない。女性の場合はドレス、カジュアルドレス、 パンツスーツが認められる。オーストラリア、ブリスベンの日曜新聞、ザサンデーメールは、職場や行事などにおける男性のスマートカジュアルを、シャープに見えるが、フォーマルに過ぎることはなく、プロフェッショナルだが、リラックスしていると定義している。ジャケット、ワイシャツ、ネクタイ、ジーンズという組み合わせが、スマートカジュアルな服装の例とされる。パイピングによるエントリを施したジャケットの、 プレッピールックっぽい感じは、フォーマルさの程度を引き下げた、洗練された装いとされる。細かいところでは、ストライプ入りのキャンバス生地のベルトや、白い靴、カジュアルなズボン、ギンガムチェックのシャツなどは、スマートカジュアルな装いにおいて強調される。男性については、基本的な地味な色からパステルまで、色は何でも良い地の、チェック柄かしっかりした、明るい色の半袖でシャツ。 ガツ構築されれたジャケットトの3つがあれば、スマーカナダ放送協会のテレビ番組スティーブンクリスはスマートカジュアルを説明しドレスをまとうのに気楽で快適な格好としたジーンズは職場のコンテキストや環境によって判断が分かれる男性の服装ではカーキ色かカジュアルなズボンを履きカラー付きのシャツかポロシャツに ブレザー姿といったものが例示されている。女性の服装については、スタイリストたちは様々な服装の選択肢があることを指摘した上で、服装のものは気楽なもの、ドレッシーになりすぎない生地、よりカジュアルなアクセサリーを推奨していた。イギリスの全国紙、ザ・ガーディアンは多数の就職活動コンサルタントに質問し、給食活動の観点からスマートカジュアルの内容を明確にしようとした。 コンサルタントたちからは、職場の環境を理解して、卓越した存在となりつつ溶け込む、フォーマルに過ぎる方が、カジュアルに過ぎるよりも簡単なので、あらかじめ服装をはっきりさせ、ビジネスのプロフェッショナルという姿を見せる、スーツを避けたいなら、上品なトレンチコートなどスマートなコートを着て、会場の入り口でフォーマルな感じを見せた上で、コートの下は、解禁シャツと、スッキリしたスラックスにする。 創造性を見せ、細部に注目を集めるために、最小限のアクセサリーを身につける、スマートで飾り気のないジーンズは受け入れられる、靴は綺麗でだらしなくないものにする、といった応答があった。世界的な男性ファッション雑誌、GQ のイギリス版は、就職面接におけるスマートカジュアルの内容を明確にしようとした。そこでは、地のブレザー。 ワイシャツという姿で印象を与えることが提案された。ネクタイはつけた方が良いとされ、記事の執筆者はカジュアルに過ぎる方がフォーマルに過ぎるよりもはるかにみっともないことであると記した。世界的な女性ファッション雑誌コスモポリタンの南アフリカ共和国版はスマートカジュアルを大部分の南アフリカ共和国の女性が職場へ着ていく服装だとした。その格好は 職場に加え、大小を問わず昼間の社交的なパーティーにもふさわしいとされ、ワイシャツの着用とエレガントなアクセサリーの使用が提案された。パキスタンのファッション雑誌、ファッションセントラルは女性のスマートカジュアルについて、雇用という観点から定義している。そこでは、職場の環境や文化の理解が強調され、会社の服装規定ガイドラインを確認することが強く、 推奨されている。同志は、服装のスマートカジュアルについて、シミやシワのない服装、目立たない、明るすぎない色使いで、年齢相応のもの、と輪郭を説明している。ファンシーすぎるとか、カジュアルすぎるドレスや、暗く光沢のある、ないし、チョークのような影を描いたり、大量のアイシャドウを使うような、過剰なメイクアップは、おすすめできないとされている。同志は、 女性の場合は黒か茶色のヒールが望ましいとし、職場の環境にふさわしい靴を正しく選ぶよう、進めている。ありがとうございます。